モンクモードとは、目標達成のためや自己規律、生産向上のために一定期間誘惑や快楽を人生から完全に排除して集中して人生を送るライフスタイルです。このやり方はね、起業家や CEO、 そういった人たちの中の人気な手法である。つまり全ての集中をそらすものを消すという作業を行っていきます。 SNS やエンターテインメント全て排除、まあ僕の場合は1ヶ月って決めたので1ヶ月排除していきたいと思います。まあ僕はもともと TikTok とか好きじゃないし、インスタとか Facebook ももともと結構前から消すっていう、まあ、決断してたので、まあそこのとこは良かった。まあ一番やばいのはショート動画系ですね。人間の脳みそってやっぱりその短期間にたくさんの情報を得られるように作られてないから、結局何も学ばないんですよね。だから僕は、うん、そもそも TikTok とか最初から入れてなかったし、やってるとしたらインスタぐらいでしたね。でもインスタも完全にやめることにして、今年から。そのよく言うじゃん、みんな、あの他人には興味ねえ、他人には興味ないくせにさ、朝一番最初にさインスタとか開いてるじゃん、人しかいねえところ、めっちゃお前一人心身じゃねえかってなるじゃん。俺マジでもう自分にしか集中してないから、インスタとかマジいらないんだよ。あと例えば、うん、インスタとかを TikTok とかもやった方がいいよって言われたけど、結局一つのものに集中しなきゃ何もできないから、全部中途半端になっちゃうから。一つのことに集中できない人はやっぱりたくさんやっても意味ないから、まあ人それぞれだと思うんですけど、まあ僕はこういったルートで人生を歩んでいこうかなと思います。でまず一番最初にやることは家の掃除ですね。家の掃除はもう欠かせないです。最初は絶対に家の掃除をして、綺麗にして整理整頓を行って、まあ、気持ち的にもね大事なん でそしたら集中が多分できるようになるんで、はい、もっと。で僕ジムに通いたいんですけど、まあ今時間とかがなくてすごい忙しいんですよ。仕事とかがね、2交代だし、まあ仕事とかだったり編集で忙しいんで、まああといろいろやってるんで違うことを、家にジムを作りました。いずれね、ジムにも通うとは思ってます。まあでも一旦ね、こういう感じでちょっと忙しい時には鍛えられると思うので。で、このベンチね、Amazon でまあ6000円ぐらいで買ったんですけど、そんな別にめちゃくちゃ金かかるわけでもない。よいしょ。で、ここで腕立てできます。このスペースで。あとは腹筋ローラーですね。まあこんなもんですね。ちなみに僕2種類のプロテイン飲んでるんですけど、まあこれがトレーニング後のプロテインですね。でこれが、まあいつでも飲めるやつです。朝とかもね飲めるやつ。まあ別に、筋トレ後も使えるけど、まあ僕はこっちを朝に飲んで、こっちを夜に飲んでます。はい。で、夜勤の時は反対だね。こっちを夜に飲んで、こっちを朝に飲んでる。ちなみに、味は、こっちね、こっちココアっぽいやつ。で、これ買う人ね、気をつけてもらいたいのが、スプーンないんですよ、この中に。だからこれ前回もう一つこれ買ってたんですけど、これのスプーンが余ってたので、使ってます、それ。ちなみに1回の、飲む量がこっち 30g で 24g のタンパク質が得られる。でこっちは逆に、1回で 28g で、得られる量のタンパク質が 20g と 4g ぐらい違いますね。まあこっちの方が、ちょっと多いかなって感じですよね。でこっちがバニラです。まあ色はこんな感じでプリン、うん、プリンみたいな色してる。まあね、また帰る。
で次にね、僕が準備するのが、肉です。まあ飯ですね。こんな感じで何週間分かもう用意して買い物をする時間を省く、効率を良くさせるね、1日に。こんな感じでね、肉を用意しました。これ多分 2,3 週間ぐらいあれば食えるね、全部、うん。これをもう細かく切っといて、でもう冷凍させとく。そしてもう仕事から帰ってきたり、あの仕事に行くときにもう解凍してすぐに食べるような状態にしとく。そうすることによって調理の時間、買い物の時間全部省けるんで、やることが多い人にはまあもってこいですよね、うん。勉強とかするってなったら、時間はやっぱ命だから。これで、肉を準備しときました。これ今からね、全部切っていきたいと思います。これめちゃくちゃ便利なんですよ。僕バカみたいにみじん切り頑張ってたんですけど、これ買って、これしかも700円ぐらいで買えるさ、 DCM で。これ買って初めて今試しています。まあ今から試す、それではいきたいと思います。思ってたよりもすげえ、すげえな、これすげえ、すげえ、めちゃくちゃ便利。もう時間がね、多分これだけで嘘なしで20分は嘘か10分ぐらいは5分。もう一つ一番重要なのがフリーザーパックですね。冷凍させるときに、使うフリーザーパック、これがあればもうこれに入れて、まだ冷凍保存するだけですね。まあ時間が結構重要になってくるかな。こうやってね、牛肉と豚肉を作って、何個も作ってます。はい、そこにある通りこんな感じですね。見てください、玉ねぎと牛肉を混ぜて、これをそのまま冷凍して解凍して弁当なり夜飯にしたりしてます。時間がめっちゃマジで節約できる。牛肉6個、豚肉6個、1、2、3、4、5、6、これでね、12日分で、今度はね、鶏肉もこうやって切り終わりましたね、はい。これも、6個かな、うん、6個ずつで全部、これもね、全部冷凍保存していきたいと思います。次にやらなきゃいけないのが、文句モードのメニューを書いたり、一日のルーティーンだったり、何を勉強するのか、何を学ぶのか、筋トレはどのくらいやるのか、何分やるのか、何時間やるのか、文句モードのルーティーン、禁止すること、すべて紙に書き出していきたいと思います。はい。一日のルーティーンを作っても何をやらなきゃいけないのかをはっきりさせていきたいと思います。ここで。すべて紙に書いて、わかりやすくしていきたいと思います。で、結果僕が書いたらこうなりましたね。まだ何を学ぶとかは書いてないんですけど、まあそれはちょっとこの動画では説明しません。で、とりあえずね、平日のね、月曜日から金曜日のルーティーンを書きました。まず時間もね、細かく、この時間までにはやっとかなきゃいけないもの、を書いて明確的にしました。やっぱ明確的な、プランを立てないと、何をしようってちょっと迷うんで、一日中。で、その、考える時間を省くために、まあ、ルーティン化したいから、まあ、こうやって細かく時間を書くことによって、もう次何やらなきゃいけないのか、はっきり見えてきます。はい。で、まあ、ここにはざっと書いて、こっちにまとめたって感じですね。はい。こうやって、無限っていうか、まあ、ループしていきたいと思います。はい。ルーティンなんで。これを毎日続けます。まあ、月曜日から金曜日。で、まあ、土日のね、ルーティンも、また書いていきたいと思うので、まあ、それはね、今回は見せないけど。で、こっちは文句モードチェック表。まあ、禁止することだったり、まあ、もう全部書いたんで、あとはこういう表を作るだけですね。これは、アプリで作りましたね。もともと iPhone にある、なんか Excel みたいなアプリで作りました。29日までで、まあミスったんだけど、まあ30後で付け足しときます、僕。手書きでね。まずね、筋トレ、勉強、禁止すること、まあいろいろあるんで、禁止。で、携帯2時間しか触っちゃいけません。1日。うん。で、まあ禁止って言ったらあれですね。エンタメ系すべて禁止。うん。SNS、エンタメ系すべて禁止。で、悪習慣禁止。例えば二度寝とかね。うん。で、睡眠7時間取る。
で、ジャーナル毎日書いて、サプリメント毎日取って、お菓子を禁止する。まあ、お菓子って言ってもね、コンビニとかも実際禁止だし、外食も禁止。すべて自己規律のためですね。はい。これ、文句モードシートです。このね、2点は、欠かせないですね。はい。文句モードをやる前は。うん。あと、ここにね、僕のルーティンに本、ジャーナルって書いてあるんですけど、まあ、ジャーナルはわかるじゃん。あの、うん、日記みたいなもの。本ってなんだろうと思った時に、まあ、本も準備しなきゃいけないんですよね。はい。僕はこんな感じで、まあ、本って高いと思いがちなんだけど、ブックオフで全部僕は集めてるんで。まあ、これだけはちょっとあの、アマゾンで買いました。ちょっと高かったね、これは。それもね、まあ、1100円。ドパミン中毒。これ確かね、あの、ハーバード大学だっけ？忘れたけど、まあ、うん。これは本当になんか気になって、買いました。あとはね、全部もうブックオフとかで集めました。はい。まあ、読書って大事なんでね。唯一僕が読んだ本はこれで、やり抜く人の9つの習慣、コロンビア大学の成功、科学。まあ、あとは、こうやって題名に惹かれたものとかもあるし、うん。自分磨きとかね、イロンマスク、20代の生き方で人生は9割決まる。まあ、とりあえずね、こうやって本を準備しとくっていうことですね、読む本を。まあ、文句モードの時に、携帯とか2時間しかいじれないわけだから、まあ僕はそうやって決めてるんですけど、本を読むのは大事かなと思います。